どうも、エルザです。それでは、デッドバイデイライト、やっていきたいと思います。さあ、リンちゃん。いやー、もうだいぶリンちゃんにハマったね。ゴーストフェイス使ってたけど、フェーズウォークが、ねえ、使い勝手が良くて。さあ、一人目、早速ね。発電機近くのマシュル、ガチャンって動くからね。追いつくかな。で、さらに走って、はい、やったで、いやー、フェミンちゃん、それはね、それはね、邪魔してしまったね。いや、いっかな、多分板を散々使いたいんだろうなーっていう気がするし。上あったないよね。さあ、角に釣りますか。いやー、ドバイトさん、ちょっと残念だったね、今のはね。サバイバー同士ね、当たり判定があるからね。バーストしてちょっと走ったけど詰まってしまったって感じかな。ペンミンが近くいたから助け来るかなと思ってるんだけど、地下はさっきのところ、お、来たね。んじゃ行きましょうかね。待ってー、こっちかな、中だね。中の板をやりたいみたいだね。で、出るところは片方だけだから。マジで、ドバイトさん、もう一人どこ行ったの？助けてくれた人は。視界的にそのもう一人の人が、救助の人が入ってくれれば狙わないんだけど、もうこっち狙った方が早いよっていうね。はい。お？あら、倒さない。だから狙いすぎだって。さあ、もう荷釣りになってしまったね。その辺りにいる。さて、やけに走るね。あら、地下行っちゃったー。おい、ロッカー入ってもよかったんだけどね。おお、うまい、うまい。板をね、ちょっと狙いすぎなんだよね、何かとね。はい、狙うから。んじゃ、おじいちゃん、ちょっと、地下だね、君はね。まあまあまあ、ちょっと地下でね、ゆっくりしてもらって、お茶でも飲んで。ほい。じゃあ、その板も、多分ね、ドワイトさんがね、消極的になるか、焦って、味方助けに来るんで、ポイント稼ぎで。ここは直してない。あと3つか。直してないね、ここも直してないね。またそこあたりか、直してるのは。隠れながら助けるチャンス伺ってるか。一番奥かな、それか。いや、やっぱバビチリ欲しいね。あれ、もしかして、ロッカーいないか。おお、普通に乗せてたね。
ロッカーから出たね。あ、通れない。通れない。いやー、いないか。ここ？ん？やたらと君。あれ？あー、そういうことか。あー、そこね、ないのよ。で、そっちもないのよね。あー、ロッカー、下のロッカーでバタンバタンしてるとこでね、開けたり閉めたりね。おい。なるほどね。そこいたないんだ。おい。じゃ、君も地下だね。で、もしかしたら、下ロッカーいるかな。無傷の人だと思うんだけど。さあ、お、開けたね。いや、どっちかな。いたね。はい、フェミちゃん。ほらほら。はい。あと一人は、負傷中か、クローゼット。ゲートを開けに行ったか、助けに行ったかだね。とりあえずゲートから離そうか。さて、あと一人。その、気になったのがさ、ずっと気になってたんだけどさ、まさかさ、いないよね。さすがにね。開けこないねー。あ、降りて。あー、助けいったね。はい、ドワイトさん。ドワイトさんか。いやー、全然地下でも使いたがらない。ダメよ、もうバレバレだもん今の動き。歌はね、使いたいのわかるけどね。さあ、フェミンちゃん、フェミンちゃんどこ。フェミンちゃん、ここら辺じゃない。うめき声しないかな。意外と移動してる可能性もあるな。紛らわしいな、この地。紛らわしいんだよな。エンミンちゃんどこかな。ん？ハッチの音がしたね。どこだどこだどこだ。違うか。血でもない。あった。はい。さあ、ペンミンちゃん、
あら、こっち側じゃないかな。いやー見つかんねえ。どこどこどこ？さすがに自ら地下には行かないよね。あ、た？いや違うか。どこだ。できれば釣りたい。あ、いた。結構ぐるぐるしてたね。あ、しかも近い。いやー、ご苦労様です。ほい、全釣り。もうちょいフックには吊るしたかった気もするかな。回数的にね。さあ、遅い食器へと。まあでも、パークはまだ変えても良さそうだね。はい、ということで今回ここまでとなります。いやロッカー無理だったね。はい、ということでここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃまたな。